本日のお客様は埼玉県のご出身です日本の近現代史がご専門の歴史家でいらっしゃいます2009年に発表した著書それでも日本人は戦争を選んだは大きな話題を呼びました東京大学大学院人文社会系研究科教授加藤陽子さんですはい、ようこそいらっしゃいま,いし,ゃいましたこんにちは、はい 五、えー、本は4年前に出して五本は「昭和天皇と戦争の正義っていう五本でこうとても難しいことがあってね書いてあってあのー、ちょっともっとぎゅっと怖そうな感じかなと思ったら、ねうん、そうじゃないですか実際はとてもチャーミングでんかこうなんか優しい感じのお顔立ちだし「ふっっっていうのもちょっとか <laughs> チャーミングでいいですけどもね、はい、えっと「なぜ歴史か」 で歴史家でよろしいですか。そうですね歴史研究者、はい、歴史家。なぜ歴史研究者みたいなお仕事を選びになったんですか。うん私はこうん。 思い切りが悪い人間で、はい、あの時こうだったのはなぜかななんていう小さい頃からこうふと考えることがあって、はあ、でも家族とかに聞くと「はい、お前はこうだ」っていうその一つのストーリーしか聞かせられないわけですね。でそうじゃなかったんじゃないかって言った時に「はあ,あじゃあ日記という証拠があれば」なんていうようなこうある種自分の身の回りのところであの違う見方があるんだっていうことをちょっとちっちゃい時から あの考えて育ったんですね。まあ歴史というのはね、流るけどもこう書かれ書かれることは一見等なことが書かれているわけだから別の角度からもう見れるんじゃないかとおっしゃってるんですよね。そうなんです。影響ができる人たちがいや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 。いやそういうとこなんだと思う私腐ったものを食べてもこういう味なんだって思っちゃう。それは正直に受け止めてるということで。でもあのまあ私埼玉で育ったわけですけどあの十一日の日 小林信彦さんおいでであの、はい、笑ったのは1932年の生まれで、はい、疎開が埼玉県だって言われて、はい、ああ私は疎開,され疎開した場所で生まれたのかみたいので <laughs>、まあ、ですからこう、はい、ゆっくりぼーっとした子供時代を送れるような、うん、1960年生まれですから、はいはい、ちょうど大竹さんと1 一違って、室井さんとは十違う、ちょうど五十今四ですけれども。大竹さんの世代と室井さんの世代の間なんですね、うんうんうん。そうですねえー、えー、まあ一番最初にじゃ、考えますけど、歴史家になられた、歴史家のお仕事っていうのは。どういうことだと、お考えになっていらっしゃいますか?うんうん。はい。 あのこう物理学者であれば地球の誕生っていうのをいろんな証拠でえ実験可能な再現可能なデータでできるだけど歴史っていうのは生きてる時代自分も含まれてそこに息をしているその時代がどうだっていうことで批判をする学問なんですね。ですからその批判がある種恣意的なものではあってはいけない。例えば今の時代と なきゃいけないその言うためのこうデータを見つけようとするような気持ちは私の中で強いんですね。経済的な大混乱があっ あとの時代がやはり戦争のちょっと前だった、はいはい、つまり1929年って時に世界大恐慌が起こる、はいはい、その10年後にあの第二次世界大戦始まりますね、はいうん、ですから我々はあの世界同時不況が、うん、2008年リーマンショックがある、うん、今7年経ってますけれどもあ,<ー>あとちょっと経って2008年10年後どうかなっていう時に似てるっていうことをこう比較するデータを いうのが歴史家かなっていうふうに思います。<ー>先生、あの、うん、今って、そのあ、あの安倍さんが出してきた。うん、あの、安保のことって、うん、あの、違憲であるっていう。うんうん 学者さんほ、それは法の専門家ですけど、はい、そういう学者さんがいますよね、えー、それですあの先生は1930年代が今とちょっと似てるって言ってる人たちがいるって言いますよねそ先生のあのお仕事っていうのはどう似てるかを そうですね根拠を示しながらつまり憲法学者法学者がやる方法論と歴史学者がやる方法論はやはりちょっと違うと思うんですね。ですから私であれば例えばその国民の中の格差っていうのがどう広がってるかやっぱり1930年代なんていうのはあの地方の税都市にかかる税なんていった時日本の中で地方にかかる税がかなり重かったんですね。 だから宮沢,賢治ああ宮沢賢治ですよね童話、うん、作家、うん、彼があのうん何ですかえっ、ー、と「注文の多い料理店」でしたっけ、うん、すいません、うん、正確じゃなくて、うん、それを書いたの1924年なんですけれども、うん、あの時に彼が言ったのは「うんうん 地方の人々の都会の人々に対する不満を書いた童話ですっていうのをちらっと宣伝文に書いてあってやっぱり昔はこう地方民に対するまあ埼玉県民もそうですかあの税金が不当にやはり高かったんですそのアンバランスな関係がある今やっぱり格差すごいですよね。 結局そのみんないろんな考えを持つっていうのがいいことですけど、はいえー、やっぱりその学者の先生たちっていうのはその道一本でいろいろ本当に深く調べている先生たちじゃないですか、はいはい、そういうふうな先生たちの意見を軽視するような傾向ってあると思うんですけどむしろ若い方の方が、はい、知らなかったっていうことでいろいろ こうお年寄りから初めてあの沖縄戦の実態聞いたりするとあ分かったって言えるんですけど分かったつもりの大人がですね、うんうん、やっぱりおけさん世代私の世代も含めなかなか歴史を軽んずるんですね。そうだしそれにその、まあ、俺は勉強できなかったらあれだけど <laughs> 日本のこの金戦争の近現代史あるけど、はい、この辺のところなんかあんまり習ってない、うん、そうなんです これ習ってないんですか俺たちあんまりこうなんか最後の高三のとこあんまりやり,ん、ね、やりたがらなかったイメージがあった、ね、そうですね奈良時代からガーッときて、うん、さあ応仁の乱です、うん、お疲れ様でしたで、ねうん、試験になるというそうだよねあと受験勉強するときにどうしても最初からやろうとすると、うんね、あの埴輪とか土偶のところが飽きてる。<笑><笑> 教育まともなのはあの教科書できっちりその古代からやるのであのイデオロギー色はないってい点ではまともなんですねただ近代を教えたがらない先生方のアレルギーもありじゃ つまりその戦争に反対した人はいたというそのこうあの反戦運動をした人の話ばっかりで、むしろ本当にこう旗振ってやろうとした人はじゃあなんでやろうとしたのかっていう論理はあまり教えてもらえなかった。それをあの戦争に応禁厳大史という本ではあのかなり真面目に書いたつもりです。戦争とやろうとした人たちはなんでこの戦争こんなになるまでこんなになるまでですよね。やめなかったんです。 誰だって例えば中国大陸に人殺しに行きますなんて言ったら誰も行こうとしない平和とか資源とか中国の国民に覚醒させるためなんて綺麗い事を言うわけですよその綺麗事はどんなふうに言ってたのかなってことがすごく私は興味があってつまり自分も生きてたら騙されちゃうだろうななんて思ってそれで何て言ったのかを調べ始めたわけですね。 津沙汰なんか深く知ってはいけないような風潮みたいなのはちょっとあるような気がするんですね例えば今だけじゃないですあの裸足の弦が図書館から引き上げになっちゃったりとか、はいはいね、なんとなくそのこの近代史について深くその勉強することを阻まれるような雰囲気があるような気はするんだけど そそううでですすかね例えば今公の機関の図書館なり美術館なりがすごく後ろ向きになっているのは例えば多様な意見はあるそれを保障するのが憲法の13条とかですよね個人の尊重とかなんだけれども一通だけ反対論が来たらあパタッとやめようとかですから公が何かやるときにあの。 こうういももあるけどこういう意見もある裸足のゲはあるけれども例えば作る会の、えー、議論の方のも見せるよってそれでいいんですね、うん、図書館は。うんうん、だけれど裸足のゲの方だけがっていうことはいけない、うんうん、だから公っていうものをちゃんとこう、うん、もうちょっと冷静に税金払ってるんだぞっていうことで脅されちゃいかんということです。ああと一個だけ先にに忘れずに言っておきますの例えば今あの

集団的安全保障とか、はい、あの集団的自衛権っていうことを申しましたときに、はい、端的に言えばこう憲法学者が言ってくれたようにこれはあの他国と同盟状態をある種平時から考えるシステムだっていうのが端的に言えばそうなんですね。はい、あの戦争が危機になる前から日本とアメリカなりオーストラリアなんかのま自衛隊とアメリカ軍なりが話し合う。はい、でも日本って真面目に言ったときに同盟 っていうの日英同盟って昔ありましたよ。1902年から22年ぐらい20年間あったんです。でも日英同盟の時も。 ちゃんとイギリス軍から、例えば第一次大戦の時に、ちゃんとこう機密情報を教えられてたかっていうと、すごく謎なんですね。うん、同盟状態における日本が同盟国としての扱われ方は、非常に軽かったですね。なるほどで、あと、悪名高い日独伊三国軍事同盟、千九百四十年ありました。で、その時も三国軍事同盟だぞって言って、ドイツとイタリアと一緒にやるなんて言いながら、軍事的な。 話をドイツとイタリアと日本が始めたのはなんと同盟結んんだ2年後なんですねもう太平洋戦争始まっちゃった後に昭和17年1942年あの小林信彦さんは聞かれてるか分かりませんけど信彦さんが10歳の時にようやく <laughs> ようやく同盟の話始めてるんです軍事同盟だから日本ってあんまり同盟をちゃんと軍事同盟を真面目にやった国じゃないんですか 交渉とかしてんのかなっていろいろ海外と何か決めるときに、うんうん、いつもなんかその他国の条件とか、うんはい すごく譲歩して乗って、じゃあそれするんだったらこっちもしてくれよっていう話ができてない気がするんですよ、ね。ロイ、ね、さんのような方が交渉の現場に行って、<laughs> あのちゃんとわからないふりをしてですね、<laughs> あのちゃんとこうやってくれるならこうするぐらいの交渉をバンとやるべきですね。まあ、私ができるのはものの値段の値切りだけです。何 <laughs> かこうでもね日米でも何かアメリカの。うん 影に隠れてるか、はい、アメリカに何かお,おぶさってるというか、えー、そういう感じが拭えないですよね。えー もう8月11日でしたっけね、うん、あの参議院の,、はい、あの委員会であの共産党の小池議員がガイドラインおよび平和安全法制に基づく、うん、あの主要検討事項なんていう、うん、えと統合幕僚幹部の資料を、ねうん、見て議論された中で私もこの資料をちゃんとダウンロードして読みましたが、うん、あの軍と軍の間の調整を 考えなきゃって,ってまさに軍事同盟の状態での交渉条件を。 やんなきゃっていうのが防衛省の中で検討されてるもちろん防衛省検討しなきゃいけないわけですけれどもやっぱりこれ軍事同盟の準備だということをあの日本人としては日狼三国軍事同盟とかね歴史を思い出して日本人ってのは軍事同盟やった時にどういう交渉ができる人なのかを思い出さないとそうなんこの小池さんの私も見ててと思っちゃったんですけど結局 その、えー、内側、はい、日本の内側で日本国民に話をすることと、はい、あのお外で話すこととすごく相当違っちゃってるから、はいはいね、あの本当にそれが必要でやりたいことであったら国民に話してみるべきだと思うんだけどどうしても言わないですよねいいことをおっしゃったあの国民に話してみるってそこすごく大事で。うんうんうん 国家っていうのは本当のところ国民を信用してないんじゃないかと、うん、で国民もまた国家を本当のところ信用してないんじゃないかというのは、うんうん、中西礼さんとかね千葉哲也さんとか満州から引き上げた方はてて、はい、関東軍が自分たち守らずにう、うん、とっとと逃げた,たにて行 <laughs> くのを見てたって言いましたからね。 もちろん自衛隊の方はあの災害の時ものすごくちゃんとやってくださるだけど日本という国の中に軍が抱え込まれた時にその日本軍が日本国民を守ってくれるかどうかっていった時に確か古いデータ2005年ぐらい NHK かな8割が守ってくれないと思ってる国民なんですね。だからかな やっぱり日本国民はクールですよ。実のところ。うんえー、で、国家も危機の時に騙すじゃないですか。うん、あのー。うん 原子力発電所で、かなり危機的な状態にあるっていうことを隠すんです。で、私隠さなかった人は、あの、一人いて。やっぱり、今の明石天皇だろうと思って、三月十六日にですね、明石天皇は。東北地方太平洋沖地震に関する天皇陛下の言葉というのを、十六日に言ってた中で。 2つすすごくネガティブなこととをちゃゃんんおっしゃるんですねどのくらいの犠牲者が犠牲者が何人になるかも分かりませんということを正直に認める一方でもう一つは原子力発電所の状況が予断を許さぬものであることを深く暗示事態のさらなる悪化が回避されることを切に願っているということをおっしゃったんですね。 天皇陛下が、うん、つまり余談が許さぬっていうと悪化している、うんうん、そのさらなる悪化を回避することしかも我々はできないってことをちゃんと言ったってことは結構今の国のやり方とは違う意見を言ってるんだけど、うんうん、あの陛下の。 お言葉なんてそんなに長い時間じゃないから、うんはい、全部テレビとかで取り上げればいいと思うんだけど、はいはい、あんまりそのどうとも取れるところそうですもちろん国事行為、ね、以外はやっちゃいけないしかも内閣が決めたこと以外、うん、その国民憲法の側に立つということができる人です。ただある種その今の憲法99条で、うんうん、天皇陛下は これ憲法を尊重する擁護する義務を負ってる人なので非常に敏感に国民の総意はどこにあるかをちゃんと分かって言ってると思う私総意としてはやっぱり国家が危ないぞってことをちゃんと言ってくれれば自分は対応するってこと、うん、あてすこす震災から結構その陛下はすごく踏み込んでいろいろ平和についてとか話してますよね。えーはい ああとあれですねま,あまさにあの今日ですけども今日、今度この後安倍談話がね出るわけですけどもあのこう加藤さんはあのこの談話の見方読み方があるというふうにあのおっしゃってますね。 村山談話なんかに関してもどういうふうに談話っていうのは僕たちは引き受ければいいんでその村山談話でこれは国際政治学者の細谷千尋先生とかですね外務省の中国専門家がかなりタッチして作られた談話でここでやっぱり主語がすごいのは我が国は主語がきっちり言われてる我が国は遠くない過去の一時期国策を誤り戦争を 戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れその我が国が国民を存亡の危機に陥れちゃうような戦争をやったということをやっぱり認めたわけですね50年目の談話では国が国民を存亡の危機に陥れるっていうのは尋常じゃないですね。もちろん アアジに対する大変なももたたらしですからもし閣議決定を経た談話が表されるのであれば我が国がどう戦争を総括するかそして戦後70年という素晴らしい平和の歩みをやったかをやっぱり言ってほしいわけですね。我ががが国国国民を あのー、存亡の危機に落とし。としるえっと、例えば、それは戦争で、まあ、うまく、まあ、終わらせなかった時に。何百万人の人が餓死したり。はい、そ,うそうですね。海外で二百四十万人が死ぬのは。尋常じゃないですね。海没、はいはい、という船の。輸送の間だけで、四十万人亡くなっているわけですね。はい、しかも、この日本の周辺から。どん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 攻められて。はいええ、まあ、だから。 何かを守ろうとしてどんどんこうちゅ、うん、切り捨てていくわけだよね。さあ周辺をで,で沖縄ももう切り捨てってなっていたわけですよね。はい、そういうことを談話の中で、はい、だからあのまあよその国っていうのはもちろんそうだけどもこの国民に対してもそうなんです。うん、で国民。 もちろん年以降の満州事変を放置した罪ととはあると思います、うん、ただこれはその小林信子さんに聞かなきゃいけないけれど国民としては戦争をしてたのはシナさん当時の言葉はシナさんって言い方しますが、うん、中国の国民相手、うん、あれなぜ突然日本が真珠湾とか、うん、ミャンマー今のミャンマー、はい、ビルマ戦線とか、はいうん、なんであんなところで戦争を始めたかは 誰もわからない、だから責任取ってって言ったって無理ですよね。はい、先生質問なんですけど、あの先生が朝日新聞に載った。はい。あの。はい。先生の。はい。それ見て思ったんですけど、この談話、村山談話の中で。我が国が国民のそ国民を存亡の危機に陥れたっていうふうに言ってますけど。でも、えっと総理大臣とかが。 海外きますよ我が国が我が国はイスラム国と例えばですよ断固として戦えますって言ったらもまれるですよねだからあの国そのなんていうの政治をやってる国のリーダーたちは我が国っていう時ってあの 二種類あるって思う。ね、私たちも一体化されてるだって寄付するとき、ね、我が国は、ね、あの、うん、ここに何万ドル寄付しますとかっていうのも私たちのお金だから、うんねはい、私たちも入ってるわけですよいいす。そこなんですね。<laughs> <で>だから、うん、あの国民がねその成長チェックするときに。うんうん 内閣総理大臣そして国会というものに対して、うん、あの憲法全文にですね政党、うん、に占拠された国会における代表者を通じて行動し、うん、国民はつまり政党に選挙された国会における代表者を通じて行動しですから、うん、選挙結果として、うん、自民党公明党が与党になるのはもちろんこれは、うん、あのけ選挙で仕方がないです。はいはい、だけれども、うん、そこで国民がが例えばあの6割7割が、うん もうちょっとゆっくり法案審議してくださいっていう中でも国会議員だけしかも自民党与党だけのデータを取るといや安保法案成立させていい救助を改正していいという方が9割以上になるというこのズレですねだから国民のある程度の世論調査とあのいわゆる議会の中のがパーセントが私はある程度保たれることで国民と 2つの国家、うん、国というもののズレが修練させるような努力が必要だと思うんですね民主主義があって議会は議会制民主主義ということにな,るな、ね、と民主主義と議会制民主主義がずれちゃってる、はい ある程度国会議員というのは付託して選ばれてる、うん、ですからあ国民はこの11個もの法律案分からないだろうから11ぐらいの議会を順番に開いて考えるんじゃないかっていうこれ山崎拓さん自民党の方もおっしゃってたことであまりにやっぱり拙速だというのは普通の国民考えたら早いええ議席を得たんだから、はい、俺たちに権利があると、はい、ばかりに多数で。はい うん、すい一気に決めてしまうのは、まあ、国民からどんどんかけ離れていっちゃうことですよね、そこを合わせる努力すべきだと思います。なるほど